女子エリートスプリント4分の1決勝第4組が最終組となります。1回戦のこれで勝者が出揃います。内側からスタートはリトアニアナショナルチームギントルカイベニートミカラユネ、そして外側からスタートは石井貴子です。なおどうも